勇者とは、勇気のある者の,のこと。同義語、類義語に、勇士、勇、サオ、勇夫などがある。しばしば英雄と同一視され、誰もが恐れる困難に立ち向かいよう成し遂げた者、または成し遂げようとしている者に対する敬意を表す、故障として用いられる。武勇に優れた戦士や、勝敗に関かかわらず勇敢に戦った者に対しても、用いる。ファンタジー作品において勇者は、 魔法使いやドラゴン、魔王などと共に品質する概念で、主人公もしくはそれに準ずる重要な人物、または、作中の伝説における人物などとして登場する。上記の意味に加え、他人にはない特殊な血筋や能力を有する存在として描かれることもある。日本のファンタジー作品では、コンピューター RPG、ドラゴンクエストシリーズに登場する勇者が有名で、第一作。 ドラゴンクエストから第4作、ドラゴンクエスト4導かれし者たちまでプレイヤーが操作する主人公とされている。その後も主人公の血縁や職業として勇者が登場する。X では初めてノンプレイヤーキャラクターの勇者が登場し、主人公はその名優とされている。クシーでは原点回帰ということで、再び主人公が勇者とされていて、追われる勇者をテーマに、 物語が構築された。漫画、ドラゴンクエスト大の大冒険マイナスにおいては、勇者に憧れる少年代の成長と戦いが描かれ、作中では、勇者とは何かについても言及されている。同シリーズの中でも、1988年に発売され、社会現象となった第3作、ドラゴンクエスト3そして伝説へ、の主人公が、勇者のイメージとして定着したとされ、 時代を経ても RPG のパロディで類似したデザインの勇者が登場する作品が多数存在することが指摘されている。勇者を扱ったパロディオマージュ色の強い作品における代表的なものに江藤博之の漫画魔法人ぐるぐるなどがある。2010年代以降に流星したいわゆるナロー系の作品においてもしばしば勇者の存在する世界が描かれる。 コンピューターゲームにおいては、主人公の名前などを、プレイヤー自身で設定できるようになっているものも多い。反面、適当に命名するプレイヤーもそれなりにおり、名前入力画面で、カーソルの初期設定位置にある、あを連続で入力した、あーあという名前が、コンピューターゲームの勇者の名前として、パロディオマージュ的に引き合いに出されることがある。また、ドラゴンクエストシリーズなどに見られる、 民家に入ってタンスや宝箱などから家人に無断でアイテムを入手したり、モンスターを一方的に殺害したりしても罪に問われないことについてもパロディの対象とされる。この点を風刺した作品としてムーンが挙げられる。ありがとうございます。